型破らないドラムページフロムエグザイルトライブ吉野くつです。イエーイ。最後の週目に突入でございますよ、北斗。はい、今日こそね、はい、やす子の気持ちをギュッと、はい、掴みましょう。掴んでいきたいと思います。全然視線合わせてくれないね。いや全然僕は見てるんですよね。もうクイズの、ね、クイズのあの問題を今。あ、そうなの。ごめんなさい、なんかもうちょっと頑張れよ悔しい、ね、え。さて、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。 FM 愛知のホームページのメッセージ&リクエストからノリノリでいこうぜを選択してメッセージを送信してください。それでは皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。ノリノリでいこうぜ。今回はこちらのコーナーにチャレンジしましょう。ノリノリで自分の発言を当ててもらおうぜ。イエーイ。ゲスト吉野さんが過去にインタビューなどで発言したことが穴埋めクイズ形式で出題されますので、まあ、最後にはまあ吉野さん本人に答えてもらうと。で、そのお二人に、うん、八景さんのりに、まあ、ちょっと想像というかね、うん、なるほどね。これ絶対ね、俺はやってほしくないこれ恥ずかしいやつだね。恥ずかしい。あとね、あのもうヒントですよ。男前すぎて笑っちゃった。ちょっと男前すぎて私ちょっと笑っちゃった。これは恥ずいで、マジでかって。だってカッコつけてる取材だからね、ほぼほぼね。そうですね、やっぱ取材はちょっとキャラ入れてやってる。素で喋ってるよりちょっとキャラは、え、でも素です。素で、はい、素でやばいこれね、ごめん、フォローするわけじゃないけど、うん、やっぱアーティストとしてさ、うん、取材を受けるとさ、うん、やっぱ作品に対する思いとかさ、うん、ライブに対する意気とかだから熱くなっちゃう、うん、そうなんですよ、まあ、あとは裏切っちゃいかんみたいなとこもあるしね、と思うよ、作品のイメージを、うん、なるほどね。じゃあ2020年5月っつったら最近だよ、うん、最近です。最近じゃん、最近だね。めっちゃ最近じゃん、うん、これ分かるでしょ。じゃあ分かるでしょ。2020年5月ビビの、うん、吉野北斗さん、神尾楓珠さんのインタビューからの問題です、はい、国宝級イケメンランキングの時だねなるほど、自身の恋愛観のトークの中での吉野さんの発言です、うんうん、にゃにゃにゃだから、うん、女性から何をされても落ちることはないです。あー、なるほどね、うん、覚えてますか。覚えてますね、うん、びっくり、男前すぎて笑っちゃったなるほどなるほど。だから俺ら二人は吉野北斗になりきって言えばいいよ、うん、答えてる、想像してください。で、そこの前のセリフ言ってもらっていい。本当はほにゃららだか、ほにゃららだから、うん、女性から何をされても落ちることはないです、うん、まあ、だけど答えやすいように逆転して言いますね。女性から何をされても落ちることはないです。だって生まれた時全員裸なんで、普通裸は当たり前じゃないですか待て、おかしいぞ。どういうことですか。待てよ。あ、もう裸で迫ってきてるんですか。裸で迫ってきた。あ、そういう設定。なるほど。そういう頭の中なんですね。そうそうそう、はい、なるほど。じゃあ、ハケさんは、女性から何をされても落ちることないです。だって男好きだから。急に BL ぶち込んできたやべ、どっちだよいや、そういうことでしょ。じゃあ何されてもらえたら、まだ俺1問目でだいたい今ね、ちゃんと答えを聞いて、うん、吉野北斗を俺たち入れていかないと ね、そうだね、入れてってください。今は本当に平沼と平沼と白鳥が喋っちゃった。当たると思って言ってないからね、うん、そうじゃあ正解発表お願いします。はい、正解は、うん、自分から好きになるから女性から何をされても落ちることはないです。男前なんだよ。いや、なんかいろいろ、なんかその前に質問されてて、うん、その落ちる人って結局何されても落ちるじゃないですか、うん、だから自分から言って、うん、誰に言われようと、うん、もうこの人が好きだって言える人になりたい、うん、なるほど、うん、かっこいい。ちょっともう、だいぶ吉野北斗が入ってきた。吉野北斗、早く早く、次吉野北斗入ってきた。じゃあ吉野北斗、じゃあ軽い問題の方も行きます、はい、2019年1月のインタビューからの問題です。お、はい、インスタライブをしていた時、スタッフさんから差し入れをいただいたんです、うん、茶色くて丸かったので、うん、このサーターアンダギー美味しそうですねと言った瞬間、うん、これ唐揚げだよって言われてびっくり、かっこ笑い、うんうん、ちなみにいただいて嬉しい差し入れはほにゃららとほにゃららです。え、なんでまだ全然関係ねえじゃん、さっきと今は
吉野北斗入れましたでしょ、自分の体に入ったでしょ、うん、吉野北斗だったらなんという、うん、あまあでもちょっといろんな手がかりがあったはずだ。なんだろうね、何々と何々、二つあるの？二つあります。もうだからね、うん、このサーターアンダギー、すごく美味しそうですね、うん、と言った瞬間、うん、これ、唐揚げだよ、と言われてびっくり。うん、かっこ笑い。ちなみに、いただいて嬉しい差し入れは、はい。マンゴーと、チキン南蛮。宮崎で攻めたな。あ、宮崎で攻めましたか。それでは、白衣さん、ちなみに、いただいて嬉しい差し入れは、シュークリームとつけ麺かな。じゃあ自分の商売じゃあ自分の商売あ、俺が銀座でやってる店だったじゃあ北斗さん、ちなみに、うん、いただいて嬉しい差し入れは一個は覚えてます、うん、確かマスカット、うん、おマスカットと似てるんですか。似てます。いちご。正解。これが北斗よ。そうなんだ。これが北斗のポテンシャルよマスカットといちごです。マスカットと巨峰じゃないんだね近い。あのね、ブドウブドウでいくのは朝日くんだと。イチゴか。そうよ、イチゴっていうのか。マスカットとイチゴです。わ、だいぶ入ってきた。だいぶ入ってきた。2020年4月のインタビューから。初めてバイトをして人生で初めて給料をもらった時の吉野北斗の感想は、うん、ちなみにですね、うん、1週間ほどの短期で地元の旅館と濃い料理を提供する、うん、飲食店でバイトしたそうです、うんうん、はい、そうですね、1週間ほど短期でバイトして、で初めて、人生初めて給料をもらった時の吉野北斗になりきって、うん、給料袋を見て握って、うん、一言お願いします。給料です。はい、ありがとうございます。もらいすぎだよ、寄付しよう。あーもうぽいぽいでしょ。北斗っぽい。北斗なりきったよ。北斗っぽいぽいですか。北斗っぽい。はい、じゃあ白衣さん、はい、お給料です。しゃ、これでシャインマスカット食べ放題だぜああ、なるほど、つなげてきた。じゃあこれはもう正解渡すんで、正解読んでもらえますか。多分覚えてますよ、僕。覚えてますか、はい、これ、うん、意外と少ない、うん、あれだけ働いてこんな感じかです。あ、そうなんだ。なるほどね。初めてだったんで、その、働いてお金をもらうっていう。なるほどね。これさ、最後の問題当てれば、もう正解です。もう正解です。最後の問題当てたら正解です。ね、ちょっと成長していってるところだね、我々。北斗か、体に入れてる。体に入れてるから。そう。だもんで、ね、私たちが思ったのは、さ、給料袋、これ、ぶっちかよっていう言い方かなと思ったけど、うん、本人は言ったら、あ、働くってこんな大変なんだっていう。そういう。で、ございますね。そういうことなんです。うん、2019年1月のインタビューからの問題です、うん、自分が出ている番組を見て吉野北斗がびっくりしたことは。え、自分ってほのらららららなんだ、うん、あー、これ意外とシンプルですよね。うん、わかりましたか、うん、自分が出ている番組を見て吉野北斗がびっくりしたことは、あ、俺って結構美白なんだあ、それ恥ずかしいな。確かに美白ですもんね。美白ですからね。なんで言えるかな。ランページの中では美白の方ですもんね。美白の方ですから。一番か二番。肩破らない方ですから。一番か二番に美白ですからね。あ、はい、なるほど。じゃあ白衣さん、はい、自分が出てる番組を見て吉野北斗がびっくりしたことは。やっぱり俺エグザイルトライブなんだな。ここで確認するんだ。そう。なるほど。覚えてます。覚えてます。覚えてます。あ、じゃあ正解言えます、はい、自分が出ている番組を見て吉野北斗がびっくりしたことは。意外とこんな顔してるんだじゃないですか。違います。正解はこちらでした、はい、自分ってこんなに遅く喋ってるんだそっちか遅く喋って、自分のオンエアを見てそっちだ。自分でびっくりしたそうです。自分でびっくりしたそう。あ、俺ってめっちゃゆっくり喋ってるね。そうだそうだ面白いね。思い出しました。思い出しました。思い出しました。あ、北斗も北斗が入ってきた。だいたい入ってました。入ってきました。じゃあ簡単に答えられそう。なかなかね、うん、文章だもんで答えるの難しいんで。あ、そういうのでも全然一回やってください。うん、やっぱだいぶ俺たち吉野北斗入ってきた。だいぶだいぶ入ってきた。吉野北斗もう大丈夫？いける？ちょっとねやりたい。やりたい。いける？いける？いけるよ。じゃあこれいけるかな？はい、あなたのパーフェクト
ペクトな瞬間を教えてというインタビューでの回答です。はいはい、ほにゃららで、ほにゃららしてるとき。あー、なるほど。はいはい。これも。うんうん。まあ、わかりました、ね。わかりました。はいはい、もういけますか、はい。はい。じゃあ、私が聞きますね。あなたのパーフェクトな瞬間を教えてください。パンツ一丁で鏡見てるとき。どういう状況ですか。最高だ。パーフェクト。パーフェクトバリー。外見、外見ですか。じゃあ、白夜北斗、白夜北斗。白夜北斗でいきますか。何なんだったっけ。俺はパンツ一丁で鏡見てる。じゃあ、あなたのパーフェクトな瞬間を教えてください。ちょっと惜しかった。惜しかったの。全裸で鏡見てるとうわぁ重ねてきた。やばい。それはやばい。じゃあ、北斗さん覚えてるかしら。はい。多分ですけど、うん、あなたのパーフェクトな瞬間を教えてください。ライブでパフォーマンスしてるとき、うん、歌ってるとき。違います。違う。インタビューで答えた回答はこちらです。はい。あなたのパーフェクトな瞬間を教えて。うん、はい。キッチンで野菜を切っているときです。ええ、言ったっけ。言いましたね。答えてますよ。本当ですか。うん、自分のパーフェクトな瞬間はキッチンで食材を切っているときとかですね。あ、自分も家事もできる、うん。こう見えてちゃんとしてますよってね。言ってんだ。って答えてます。気持ち悪いですね。でもその頃ってさ、そういうのやり始めたって頃だよ。なるほどね。きっとそうですね。なかなかみんなちょっと吉野北斗分かってない。入ってないね。まだ入ってなかったな。キッチンで野菜切ってる時って絶対正解出ない。自分でも分かんないですから、ね、分かんないよな。料理人じゃないんだよ。ちょっとね、北斗さん本人も北斗入ってないんだよ。そうだね。北斗ライブでパフォーマンスしてる時とかさ言ってないですよ、そんなこと。おかしいな。はい、続いて、はい、これは分かるな。これはまあ本人、うん、覚えてるかな、はい、2020年1月のインタビューです。あー、今年ですね、最近だね、はいはい、2020年の抱負を漢字一文字で表すならという質問への回答です、うん、これはメンバーをほにゃららと、うん、自分をほにゃららという気持ちから選びました、うん、さてどんな漢字を選んだでしょう。漢字、そうです。むずいね。2020年の抱負です。抱負ね。吉野、北斗の抱負です。はいはいはい、オリンピック予定してましたよね。そうですね、1月の時はまだ全然バリバリやる気でした、はい、もう元気な時ですよみんな、うん、まだまだ、うん、なるほど、わかりました。これもう俺吉野北斗なりました、なりました、はいはい、もうこれ卒業試験の1個前の試験ですからね、はいはいはい、これちょっとチャンス問題ですから、はい、じゃあお願いしますね。2020年の抱負を漢字一文字で表すなら。歌。あ、歌ですか。歌です。それも、みんなが難しい方の漢字の歌。うの方の歌。あ、今日歌子先生の歌の方。そっちです。なぜなら2020年はパーフェクトイヤー。うん、LDH の、うん、お祭りみたいなところ、はい、ライブもいっぱいあるんで、はい、そんなライブを僕の歌で、うん、メンバーと一緒に盛り上げていきたいと思います。うん、吉野北斗でした。なるほど。入ってきてますね。入ってきたでしょ。だいぶ、だいぶ出来上がってきましたね。はい、出来上がってきました。それでは、白衣さん、白衣北斗の方で。2020年の抱負を漢字一文字で表すなら。歌。また歌。一緒じゃないですか。歌入ってる。あれでしょ、一緒でもいいでしょ。あれでしょ、難しい方じゃない方でしょ、うん、普通の普通の歌謡曲の歌謡曲の歌謡曲の歌。じゃあ正解発表かな、はい、じゃあ正解発表、北斗さんの方から。2020年抱負を漢字で一文字で表すなら。信じるの信。正解。それはまた、はい、なぜに。なんだ、メンバーを信じる、よりなんかこう信じるっていうか、うんうん、信じられるような関係性を作っていく、うん、まあ、絆をより深めていくっていうのもそうですし、うん、まあ、自分は信じるっていう、うん、なんか自分はなんか もっともっと高みを目指したいんですよね。なるほどね。やっぱり自分を信じてないとできないんで、はい、やっぱそこで自分を信じるの信。なるほど、男前、ね、もうこれはメンバーを信じるということと自分を信じるという気持ちから選びました。自分を信じて奮い立たせていきたいし、うん、メンバー同士信頼し合って協力してザ・ランページをもっと盛り上げていきたいです。模範解答です ね, ですね。模範解答、まあ、で言ってる内容は俺と変わんなかった。
ちょっと近いですね。ちょっと近い、ね。そうだ、ね。だいぶ入ってる。さあ、だいぶ入ってきたんで卒業試験です。はい、お願いします。2019年4月のインタビューからの問題です、うん。好きな女性のタイプについての質問に対する回答です。うん、はい。これはもうね、本当最後もう大喜利みたいなもん、うん、最後にここにセリフをつけてくださいです。はい、頼ってほしいし、僕も頼りたい。うん、甘えたいですし、うん、甘えられたいし、うん、ほにゃらら、うん。最後ね、これもう大喜利だよね。最後、一言セリフでビシャッとこのセリフを締めるって感じなの。うん、で、女が全員ひっくり返るって感じ。って一言で一言一言破壊力がある、ね、破壊力のある一言です。はいはいはい、できました、うんうん、できました、はいはいはい、北斗入ってきました、北斗入ってきたよ、うん、北斗入ってきました、うん、頼ってほしいし僕も頼りたい、甘えたいですし甘えられたいし一緒にいてくれ。うわー、いいですよ、いい線いってますよ、いい線いってますよ、卒業できるのかこれ。卒業結構いい線いってますよ。じゃあ白井さんお願いします、はい、頼ってほしいし僕も頼りたい、甘えたいですし甘えられたいしなんてね。おっとおっと、何の授業を受けてたんだろう。なんて俺の中の北斗、あ、北斗の、僕の中で、僕の北斗セリフみたいな、僕の北斗ね、うん、もう補習しなきゃダメだ。じゃあちょっと北斗さんの、はい、いけるかな、多分どっちかなんだよな、うん、頼ってほしいし僕も頼りたい、甘えたいですし甘えられたいし愛し愛されたい、違うかな、北斗さんの答えですね。なんか、うん、ドラマのタイトルみたいな。なんかね、うん、愛してくれと言ってくれみたいな。これ卒業試験ですよ、はい、答え発表しますよ、はい、頼ってほしいし僕も頼りたい、甘えたいですし甘えられたいし全部欲しい。正解は全部欲しい、全員落第。これは気持ち悪いよ。試験全員落第。全然聞かなかった。なんなら雰囲気はね。ちょっと全部欲しい。女子ドヒャー。全部やられちゃう。やばい。ちょっとこれ なんですか、なんですか、これどういうことですか。いやいや本人もマジもう忘れてたのか。いや多分ね、あの言うのがめんどくさくなったんだけど。本当は愛されたいとかも今言ってるようなやつ言いたかったんだけど、あもう全部欲しい。言ってるうちに飽きた。言ってるうちに飽きてきちゃって。正直あもう覚えてなかった。覚えてない。あ、はい、言ったこと覚えてない、はい、これはちょっと覚えてなかったですね、うん、ちょっとこれすっごい甘い感じでね、女子がドヒャーっていう感じでちょっと最後締めて、最後ちゃんと、はい、ちょっといい声でね、頼ってほしいし僕も頼りたい、甘えたいし甘えられたいしもう全部欲しい。や確かにもう全部欲しいって気持ちが今一番伝わってきた。いい、すごいでしょ、すごいよね、すごいな、これすごいこと言ってたね、笑っちゃった。いや男前だぜ、やべえ、思った以上に男前だったぜ。もうさ、これキャッチコピーさ、型破らないじゃなくて全部欲しい。欲しいでしょ。やばいな、やばいです。解明します、解明しようよ、はい、分かりました。4泊ぐらい開けて行ってほしい、ね、そうだよ、もう全部欲しい。あ、もうとの間に入れる、なんか間の方がいいんじゃない、どうしようかな、型破らない、型破らないからの なんかね、やっぱりね、間開けて、あ、型破らないは欲しいのね、全部欲しい、うん、あの型破らないはどっちでもいいな、これでもいいよ、もう頼ってほしいし僕も頼りたい、長い、甘えたいし甘えられたいし、てん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 、全部欲しい、吉野北斗。やばいなこれ。それでいきましょう、ノリノリでいこうぜ。さあそれではここで1曲お届けしましょうね、うん、やっぱりさ、うん、北斗がいるからさ、はい、俺たちの作った曲を、うん、北斗から、うん、ね、言ってほしいよね。いや、ぜひ曲紹介、はい、お願いします。よろしくお願いします。白衛さんで、くれない。
ノリノリで行こうぜ。そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。 FMI1 のホームページのメッセージ&リクエストからノリノリで行こうぜを選択してメッセージを送信してください。ということで、はい、ね、北斗に4週にわたって来ていただきましたけれども、はい、うん、どうでした？いや、めっちゃ楽しかったですし、うん、めっちゃ恥ずかしかったです。いやもう最後の4週目がね、あね、俺の中ではもう神回でしたよ。ね、いやでもやっぱり掴みきれない子でしたね。なかなかやっぱり難しいですね、なりきるのは。4週目にして、ね、難しさが分かったね。分かった。まだまだですよ。やっぱりあんなことも出ないもん。出ないもん、思いつかないもん。でもね、新たなねキャッチコピーもできましたしね。そうですね、はい、ね、それでじゃあ最後締めましょうか。またね、北斗ゲストに来てください。わ、はい、かりました、ね、次来た時もこれになってるってことですね。あ、そうです。長いバージョンになってますから。そうです。でも次来た時もまた変わってるかもしれない。まあ、そうですね、変わるかもしれない、はい、うん、また北斗のやつやりましょうよ。やろやろ、みんなで北斗になりきるやつ。自分で調べてもらおう。ね。それでは今回のノイノイで行こうぜはここまで。お相手は心のインサイドボクサー平沼ノリスと、ナイスバディ七谷先生三浦康子と、ガラツキヒロリ白夜と、頼ってほしいし僕も頼りたい、甘えたいし甘えられたい、全部欲しい吉野北斗でした。さよなら。